クリスマスが今年もやってくる。っていうか、俺がお前んちの家行くから。いや、せつなけんすきだよ。よい子のみんなはね、よい子のみんなな、よい子にしないと、サンタじゃなくて俺が行くよ。あ、買い物は終わったんだ。前回のパート買い物終わったんで、満を持してミステリアスちゃんのところ行くと。そんな展開だった。そう、もうすぐにね、すぐにミステリアスちゃん倒しに行きたいのは山々なんやけど、この辺のやつ取っていかんかったらさ、倒した瞬間戻ると思うんでね、あの元の世界に戻ると思うんで、これは貴重なアイテムということで取っておきたいと思うんでね、先に取らせていただき、こっちかい、左やった、取らせていただきたいと思います。いや、みんなクリスマスはどっか行ったかい？僕は25日に内定先の忘年会に参加したよ。なんか忘年会って言われには相手の方が3人しかいなくてね、ただのお食事会みたいな感じだったけど楽しかったよ。なんかね、内定先の人がみんな肉を焼いてくれてね、僕たちが接客されてるようなそんな気分だったよ。忘年会で楽しいね、飲み会って楽しいね、アルコールきついね。よっしゃやるぞ、こらミステリアス、ミステリアスお前やるぞ、お前こら通常攻撃、通常攻撃か、ファイヤー、ファイヤー、やっぱコイルが上がっとるな、両方とも、ノノノノノノジもフレンダーもコイルが上がっとるわ、やっぱ掃除が効いとる、ダブルスラッシュ、強い強い、これなら勝てるぞ。敵がなんかこ、なんか転倒攻撃してこんようになってくる。なんか手加減したんか知らんけど、転校、転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 、なんだろう、今の。今のはちょっとな、俺の口がさ、喋りたくないって、動きたーないんや、寒くて動きたーないんやって言うてさ、口開かんようにしてきとったけどな。簡単よ、俺のせいちゃうんよ、俺の口のせいなんよ、わかった。のののの王子は特技で、速撃剣、防衛力下げだな、とりあえず。防衛力下げて、あ、でも先にダブルトレ、あー、フレンダー転倒させられた、とうとう転倒させられたよ。もうテントウムシだよ、テントウムシ。お前の名前テントウムシって言ったらやろうかってぐらいにミステリアスちゃんが転倒させてくるというね。まあ愛のあれで転倒なんか知らんけどな。速さ上がっとんかな。なんかこっちの攻撃の方が先に繰り出されようって感じねんけど。なんか前まではね、あの、転倒攻撃が先に来て、フレンダーがなかなか攻撃できんっていう、そういうパターンが多かったよね。これはいいぞ、てか、なんかやたら様子見てきとんやけど。なんなん、俺ら。何かついたん、俺の体に何かついたん、俺アワビしか体につけてないけどな、あー、なんだろうな、あー、直撃剣ダブルスラッシュ、うわー、早い、確実にパワーアップしてるな、これならいけるぞ、ジャイアンに戦勝てるぞ、ギュワー、ちゃん好きで弱える終わりにはすごい幼ましい声、恐ろしい声してるね、見た目通りやけどさ、あいつがちゃんづきで呼ぶんがおかしいぐらいなんやけど、宝箱、この中だったん、この中の話だったん、今の、そういうことなん。欲しかったのにな、あら、かわいい子羊、お買い物かしら、ミステリアスちゃんをよく倒したわね、少しだけでは値引きしてあげるわ、買ってから言うなや、買ってから言うな、買ってから言うなクセ女め、足元見やがってこの野郎、セーブできるのだった、あ、せめて回、あ、回復はセーブの時にできるんだった、クソ野郎、買ってから値引きしやがって、その値引き、値引き商法やめろ、悲しいなってくる、こっちだっけ、こっちじゃない、クリスマス、クリスマスやってこなかった君の家、君の家、あらやだ、やってこなかったわ、いい君の家にはサンタ来なかったんですよ、サンタクロース欲しいプレゼントは僕はパソコンだったけど売り切れと言われた、パソコンが売り切れることなんかあるのか、パソコンは売り切れないだろう。
なんか変な歌を歌いながらもここに到着です。こんなことやるぞコロラ、今度こそジャイアンお前のことをな、めっためたにしてやるけんな、めっためたにしてやんや、小島や、もう初音ミクじゃなくて小島ミクだろお前。とりあえず通常攻撃しかないんやな。問題はここで耐えるかどうかなんです。あ、耐える、十分耐える。フレンダーにいたっては半分も削られてない、ギリギリ半分削られてないぐらいや。のの の王子がちょっと次のターンでいけるかどうかっていう話やな。もうちょい防御力の高いもんが欲しかった気もする。あーれ、あ、あれ、のの の王子に攻撃がいかなかった。さあバランス崩してる。え、お前ミステリアスちゃんのいとこなん、いとこかってぐらい同じパターンで攻撃してきよんねお前。あ、通常攻撃、普通の攻撃が来た、やった。案外向こうもいいやつやん。待ってくれやる、のののの王子だけど。あー大丈夫、あ、いけたいけた。しかも転倒のののの王子やけんな、フレンダーじゃなかっただけ良かったもんかもしれない。その間に回復とこ、ね、あーお前も回復する、めんどくさいやないか。お前、俺戦もダメージ与えてないぞ、まだ戦もダメージ与えてないのに何お前すぐ回復しよんな。お前通常攻撃は大丈夫、通常攻撃しようんやな普通に。この見た目で普通に通常攻撃も混ぜてくるんや、かわいいな。いける、それは大丈夫やけんな、大丈夫やけんな。大将くん、大将くんね、大丈夫くんやけんな。え、意味わからん今の、今のネタは意味わからん。転倒ダブル転倒、あれ分体分解か、なんだそれ、柴達也じゃんそんな。柴達也の特権みたいなことしやがってお前。よいしょ、ジーク様子見と、あー、そんな様子見てる暇があるならな、田舎のお母ちゃんに手紙でも書いとれ。僕はこんなことしています、魔王です。かっこ悪い、あ、大丈夫、フレンダー危なー、あー、フレンダー回復できない、フレンダー回復できない、あー、フレンダー、フレンダー、フレンダー、戦闘負の回復できるやつがあるけん、今回は別にやられてもさ回復はできるけど大丈夫、回復が間に合いました。普通常攻撃で回復する前にダブルスラッシュ必要。ののの王子、待っとって。回復、今から回復しますから。回復、王子、王子、よし、いいぞ。ののの王子の通常攻撃は結構ダメージがでかいけんな。便利なんですわ。ね、ダブルスラッシュ。オッケー。よいしょ、ファイヤー。やっぱ硬いな。回復魔法を使われたらどんだけの長期戦にされるかどうか、その前に攻撃を受ける。アイス、あー言うほどダメージが、あ、 V の字切りって一定時間だったら暴力元に戻るんだ、マジで。あ、ファイヤー、あ、ノノノノ王子よう見たら MP50 になってるやん。あれ一回使わんかったっけ、え、あ、え、さっきのミステリアスちゃんの戦闘では使ったけどこっちの戦闘使ってないで、あ、じゃあ、あれじゃん。サムライ神拳使えばいいじゃんって感じや。あと、フレンダーは回復ね。ファイヤー、サムライ神拳。お、ダメージでか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 。一回でヒール分、ヒールで回復できん分を攻撃したよ。ダメージ与えた。強いな。ノノノノ王子、すごいもん覚えさせてもらったな。あ、感謝、感謝です。もうプラクティブだわ。感謝、感謝だよ、さやな。あいて、てーらららららららあ、いけー、これなら勝てる、ジークの防御力が戻り戻った。あ、攻めろ攻めろ、そんなの知らん、攻めろ攻めろ、ファイヤー、大丈夫、フレンダー、あ、でも大丈夫って言うほど HP が残ってないや、回復、素早さがこっちの方が上だった、なんか素早さまでこっちの方が上になってる。よいしょ、あ、そろそろ回復時期かな。マイフレンダー優先、フレンダー優先です。王子待ってて、王子、あ、王子じゃなかった、王子が狙撃圏で、その間にフレンダーが回復、いいっすね、いい感じで回ってますね。で、ここでダブルスラッシュしてて、まだ普通に攻撃して、ここでダブルスラッシュ、ダブルスラッシュ、DP が溜まっとんじゃん、バンバン使え、バンバン、アイス、回復しとこう、回復、回復。ジャイアン、お前は母ちゃんの手伝いしなきゃあかんだろう、お前。母ちゃん、悲しがっとると思うよ。母ちゃんはな、母ちゃんはな、お前のために毎日毎日せっせとな、配達しよんぞ、お前。
普通攻撃だからな、俺がのび太としてな、のののの王子ののっていうのは多分のび太ののだったと思うよな。今勝手に思いついたけど多分そうだと思う。案外間違ってない、案外間違ってない。ほいやー、じゃあ普通攻撃でダブルスライスが2回分溜まってるわ。それにしてもジーク、やっぱラスボスらしく HP が耐久度が高いな。回復、あんまりないだ。フレンダー回復しようと思ったのに、まあいいか、しょうがないかな。あれ、あ、戦闘でまず回復できんかった。あ、大丈夫、あー、フレンダーとうとう戦死した、戦死した。生命の崩り、便利すぎる。めっちゃ便利。なにこれ、ここまで便利だと俺引くとべき暴力を避けて、その間に攻撃しましたけど、ダブルスラッシュ、暴力かかったんや。攻めろ。あ、硬いな。あ、今回のパートこいつ倒すんで終わるんじゃない。あー、そんなこと言ったら終わった。そんなこと言わ終わったよ、終わったよ。みんなー、 I'll be back。 くっそー、ジャイアン、お前は母の手伝いをしてこい。よくもやりがやがったな、てめえ。あと帰ってジャイコちゃんを喜ばせなさい。ぐわー、反政府団体はまだいるぜ。あれ、ここは本拠地なんかじゃねえ。あれ、君がラスボスじゃないのかい。まだ後ろにいるというのかい。あれ、君はボスじゃないの。ボスじゃないの。あれ、まだ幹部とかそういうレベルな、もしかして。こんだけ強くて腕が鳴るね。ならば、その本拠地は我々王国騎士団が場所を突き止め、万全の準備をした上で制圧してみせよう。くそかドカーン。おっと、侍神経に決めるかっこいい。セブ、よっしゃ、難関だと思われたこいつを倒した。知り合いからこいつがなかなか倒せんで、ラスボスっぽいけどこいつがなかなか倒せんでって言うたけん、多分こいつがラスボスです。来た、絶対ここが最後のところ。フレンダー王子、やったよ、やったな、俺たち、それはやったな、俺たちでしょ。俺はフレンダーがいないと夜も眠れなかったよ。やったな、俺たち。いえ、これは王子だけの功績です。私は初め王子を引き止めようとしました。しかし王子の少ない人数で挑もうとする勇気がこの結果を制したのです。寂しいこと言うなよ、一緒に戦った友なんだから、俺たちの功績だろ。ふふ、ありがたい今日言葉でございます。でも怖かったな。あー、安心したら急に足の力が抜けた。ふぬ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 、王子大丈夫ですか。大丈夫だよ、フレンダーは大丈夫ですよ。王子、しゃめぐみ込んだかので構いませんので、前を見てください。おお、そこら辺に広がる雪の草原って何、草原。ああ、ここまで来てよかったなと思うような景色ですね。写真撮りたい。これはどうした、草原地帯。ええ、着いたんです、頂上です。やべえ、これまでの道のりがもうエベレスト登った感覚です。とは言ってもこの山あまり高くないよね。いえ、外を知らなかった青地にとってこの山登りはあまりにも高いものでした。しかし王子はこれから王国を担う一人の男として大きな成長を遂げた。この度は誇れるものです。謙虚は間違いにございます。そっか、成長したのか俺。よし、じゃあ早速エロ本を埋めよう。言っちゃった。うん、あ、そこ反応せんでよかった、反応せずに追ってくれた。あー、なんか変な洞窟、ブーどうしたフレンダー。ここはクリスタルケーブルです。最奥地には恋愛成就の結晶庫がありますが、今の王子の歯まだ早いかと。そんなこと言うなよ、俺だって恋愛したんじゃ。中学生じゃ、14歳は中学生かもしれんけどさ、中学生ってそういう時期じゃん。そっか、いずれ来てみようかな。くそー、恋愛させてくれない。わ、トラップだ。そんなもんいいやん、そんなもんいいやん。あ、待てよ、セーブしたな。セーブしたじゃん、
セーブってどんだけありがたいことか。セーブのこの辺の、あ、やったよ俺、あ、そうだ、やったよ俺の展開見ようぜ。ええ王子すごいです。もう見間違えるほどに成長されて、な、泣くなよ。でも怖かった。あ、安心したら急に足の力が抜けた。あ、展開大体似たもんなんやな。了解しました。どんどん行け、どん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 急げ急げ。今回のパート結構長い時間になりそうやけんな。急げ。あー、忘れとった。ここだここだった。戻ります、戻ります、戻ります。下水でしょ、こういうね、何回も何回も繰り返すというね。だからセーブはあるんですよ。セーブってこういうために使うんですよ。皆さん分かってないな、分かってないな。セーブをこういう時に使って使わないでどうするんですか。あ、待てよ、今回のパート、あ、次のパートにさ、次のパートに回そうかな、この感動。このここまで来ておいてないんやけど、次のパートに回そうかな、この感動。うん、けどね、今回のパートはね、冒頭はね、トラップをどうかいくぐるかという話じゃないんだよ。あのね、視聴者さんの方にもさ、コメントをいただいたんですけどね、めんどくさいボタン押してないですよね、みたいなことを聞いたんですよ。だから今回の冒頭の最初の方はね、めんどくさいボタンを連打する回にしたいと思います。こういうものが溜まってますからね、行くぜ。めんどくせー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 。めんどくさい冒険が始まる。ゴゴゴ、めんどくさい伝説がここに。カムオキがだるい質問を終えたら、ヘビゴ回りくどい試練の道へ。エロボンってさせなす筋、はよわたせやメイド、勘違いすんだとんそ、地味みたいなミキサー、いらのかいな隅々、調べるんじゃねじい、いい加減にしろよ、違うねかも。めんどくさい、冒険が始まる。ゴゴゴ、めんどくさい、伝説がここに。カムオキがだるい、質問終えたら、ヘビゴ回りくどい、試練の道へ。エロボってさせなす筋、はよわたせやメイド、勘違いすんだとんそ、地味みたいな右さ、いらのかいな隅々、調べるんじゃねじい、いい加減にしろよ、違うねかも。ああ、そうかそうか、こんなイベントの後の話やんやな。地雷とかあるわ。どのあたりから爆発するんか全然覚えないんやけど、あ、ここ爆発するんちゃうん。で、こう言って行け。あ、ちゃうな、この先やな。この先でまっすぐ行ったら爆発するけど、ちょっと一つずれて、これは行けだ。よっしゃー、なんだこれ。よし、ここら辺のどこかに埋めれば気遣える要素ないよね。ノノノノノはエロボンを埋めた。やった、コンプリート。これで僕の旅も終わりか。王子、お疲れ様です。また旅できるかな。ええ、もちろんですよ。次はもっと遠くや厳しいところにも挑戦してみてはどうでしょう。でも、おめえがなきゃね、僕が行きたいところに行けるわけじゃ。王子、これはおそらくですが、王子は王様の試験に合格したのだと、王様が王子に自由な外出を許可する前に試しておきたかった。安心しておきたかったがゆえに、このような大目を出されたのだと。真実を知っている俺とノノノの王子だった。わかる、ないなそれ。つまり王子は一人でというわけにはいかないでしょうが、これからは付き人さえいれば自由に外に出られるようになるのだと思いますよ。本当か。ええ、王様はそういうお方です。もし違うようであれば、私からこの件を掛け合ってみますので、ご安心ください。最初から最後までありがとうな、フレンダー。また旅しようぜ。あ、待って、私でよろしいのですか。ああ、今回の旅フレンダがいたからくじけずにいられたんだしね。また一緒に二人でいろんな場所に冒険に行こう。ええ、喜んで。やった、感動的なエンディングだ。風が強くなってきたね。うう、寒そうですね。オーディ、そろそろ
ああ、帰ろう。城に。帰ってきたところかな。え？ちなみにわしは、息子の成長のためという体で頼んだが、実はただエルボンを捨てるのがめんどくさかっただけなのじゃ。もう分かってるよ。そうだと思ってたよ。でへ。だろうなって思ってたわ。つかさ、感動の部分台無ししないでくださいよ、王様。あー、てかこのパートめっちゃ短い。実はエースキーでめんどくせえのボタンをさ、連打してさ、僕稼ごうと思ったのに、それでもまだ足りないぐらいに、短い、このパート、短くなってしまった。感動のラストを見せるだけだった。感動のラストだと、もう見てて、めんどくさいだけのめんどくさいボタン連打の回を見てしまったね。ああ、こんなパートで最後終わってしまってな。まあいいや、そんなのでいいや、もう。ですね。とりあえず最終回ということで、死神さんと視聴者さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。何パート続いたかな、これ。19かな。最終回がパート19になったかな。うん。ベリシャスサンクスとかトロピカルサンクスで自分に対してめちゃくちゃサンクス言ってるやん、死神さん。俺にもサンクス言ってよ。実況した俺にもサンクス言ってよ。ねえ、サンクス言ってくださいよ。てかサンクス一緒に行きましょうよ。あ、セーブ。めんどくさいボタンを押した総数91。多分そのほとんどがさっきのやつやな。このようなゲームをわざわざ最後までプレイしていただきありがとうございました。いえいえ。このようなゲームって確かにめんどくさかったよ。めんどくさかったけど、それと同時に突っ込みどころとかあってね、そういうところを突っ込んでいく感じがちょっと面白かったし、この動画の、コンセプトになったと思うんで、よかったと思います。長かったね。というわけで終わった。残念ながら、こんな短い時間になってしまったね。なんかあったかな？これ以上なんかやることあったかな？多少イベントがあったな。やってないイベントがあったけどね。どうしようかな？イベントどうしようかな？どうしようかな？だってさ、森の中のイベントとかさ、森の中行くんとかめんどくさいじゃん。どうやってさ、イベントを起こす条件達成するかとさ、めんどくさいじゃん。そう考えたら、行きたくないな、やりたくないな、めんどくさいなって、今さらめんどくさいレジェンドの言葉が出てきましたよ。どうしようかな。よし、考えておきます。次回までに考えておきますというか、今回最終回ですけどね。うん。というわけで考えていることとしては、とりあえず今回のパートは最終回とさせていただきます。でもって、まあ、後でちょっと裏の方でちゃんとイベントこなしてみますわ。頑張ってできるかどうか頑張ってみます。そこでまあできたら次のパートとしてなんかおまけパートみたいな感じのを作りたいと思います。けど期待はしないでください。多分めんどくさくて途中で放り投げます。全部のイベントはしないかもしれません。てかしないと思います。それでもまあ待ってくださる人は待ってくださるでいいと思います。しかしそれにお答えできるかどうかは分かりません。はちょっとご了承ください。今回のパート短くなってしまったので、最後にちょっとめんどくさいレディのテーマでお会いさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。めんどくさいレディエンドのテーマを聞いて今回のパートをお会いさせていただきます。もう1回言っておこう。2回言っておきました。大事でもないのに2回言いましたね。はい、それで仕上げ、めんどくさいレディのテーマお聞きください。どうぞ。めんどくさい冒険が始まる。ゴゴゴめんどくさい伝説がここに。カムオキがだるい質問を終えたら、ヘビゴ回りくどい試練の道へ。エロボン捨てさせなし筋、早よ渡せやメイド。勘違いすんだとんそ、地味に痛いなミキサー。いらのかいな隅々調べるんじゃねえし、いい加減にしろよ。正確でかも。